上杉義則は、江戸時代中期の大名、出羽国米沢藩五代藩主、上杉宗家二十一代当主、上京元年四代藩主、上杉綱則の所長主として誕生。諸子ではあったが、父と聖室、坂姫との間に着子がなかったので、坂姫を養母として、正式に聖師となり、帰平寺と改名する。 元禄十一年十一月二十八日、元服し、十四にした、民部大輔に助任。五代将軍、徳川綱吉の返帰を受け、吉則を名乗る。元禄十六年八月二十一日、父の隠居により、家督を継ぐ。同日、自重県任。法永元年九月、家督相続早々に、江戸幕府より、江戸城、半蔵門。 清水門の石垣武士を命じられた。法営2年に、米沢に初入部、またこの年に片山元京藩に招く。京法4年には、弟の勝あまねに一万国を分与して市範である、米沢神殿藩を立藩させた。戦術の不審などもあって、犯罪性の急防が進み、参勤交代の費用にすらことかくありさまで、京法5年の参勤交代の際には、 藩士の放禄百国中の三百分、人別千百分を徴収して、江戸への道日にあてる始末であった。また藩士も急募し、聖徳年間にはすでに中級武士の馬回り組の中に家財を売って、財工物をして、生計を立てる者も多くなる。教法七年、死去した。教年三十九。墓所は、米沢市。あと、長男の宗則が継いだ。ありがとうございます。